story. When I was young, I had dreams of glory. Oh, these mistakes seem to come like a flood. Until my days, they were done. この番組はワン&オンリーエクスペリエンス、唯一無二の体験をお届けするゴルフタイランドとライジングレディース心斎橋ゴルフスタジオの提供でお送りします。チーム対抗ライジングレディースカップ、プロを目指す女子ゴルファーとチームを組んで戦う団体戦、決勝大会は CS 番組にて放送決定。参加エントリー絶賛受付中、詳しくはホームページをチェック。番組 MC の福原恵里です。どうぞよろしくお願いいたします。今回はダブルス3チームによるスキンズマッチを行います。舞台は大阪府池田市にある牛尾ゴルフクラブ。全27ホールの中から前半は景観美に囲まれたチャンピオンコースの東コース、後半はグリーンのキックやうねりが多く難しい西コースを使用いたします。ナイス。ナイス。来ましたね。ありがとうございます。入ってる。おお。よしよしよし。すごい。ナイス。スワディ、ありがとう。いやちょっと無くらいんやった。やっと入った。やっぱ無くらいんでしたね。西コース7番、400ヤード、パー4。ティーショットの落ちどころが大きくうねっていて、落としどころによっては飛距離が大きく変わるホールです。できて大丈夫。うん、大丈夫。あ、どうなってどうだったの。
ないのです。ありがとうございます。みんな簡単だな、みんな簡単に打つな、本当簡単そう、みんなショットが。で、どういうこと、状況を見るから分かりますので。キャリーさんピンいくつでしたっけ。20入ってます。20入ってて174ってこと、はい、の打ち上げ174ピンまでが、ここで見てるんですからね。ここからじゃないと見えないですもんね。すごい高い木の方だね、高い木の方ね、うん、バンカーあるよね。バンカー右左手前、左も右もあります。バンカーでもちょうど木だけを見ていけばいい、避けとるところ、木を見ていけばいい、うん、木入れてたらもう100点満点。ピン174、ね、ちょっとフォローあるよ。やっぱアナだ。これでいい。174だからフォローで160打ってたら OK だよ。本当？うん。こっから測るな。あ。でひなまで測って。あ、OK です。なんぼでした？136足す15は足す15 151。ありがとうございます。ごめん、ももちゃん結構左行ったよね。バンカー手前というか、バンカー横、あ、バンカー手前だって。はい、入ってないです。ごめんね、全然。ダフった、うん、ダフった、うん、左バンカー手前だって。あ、本当、ありがとうございます。ごめんね、全然いいよ。花道その左だよね、あの高い木あるやん、高い木のちょっと左ぐらいがピン。うん、でもほぼもう高い木ぐらいでいい。その左が花道よな。うん、花道、花道やし、ピンがある。160? うん、ありがとう。お、カット、カット、左かな。ナイスオン、ナイスオン、止まれ、あー、隠れちゃった。左足上がりっていうのがいいですね、条件としては。球が上げやすいから。ねえ、これなら止まるでしょう。あ、あ、でかい、ちょい大きいかも。なんか見えんのよね、一球。一球っぽいのが。左足上がりが大きかったな、結構きつかったな。大きめも打ったんですよ。大きかったかな。この次ショート？はい、ショートです。私めっちゃ拍手うまいんですよ。そんなのある？やってみて。あ、うまい、確かに拍手うまいらしい。私めっちゃ拍手に自信あるんですよ、うん、どういうコツがあるの？膨らましてる、膨らましてこう空気を含ませる。大体コツ分かりますよね。大体なんか伝わった今。すごい伝わりますよ、今。めっちゃ一生懸命めっちゃ膨らましてると思う。伝わった、伝わった、結構伝わった。
やってみてください。 OK、 あとで自分が入った時に。ちょっちゃった。スライスですよね。いいじゃん。登って下り？オーバーも OK です。すみません。これだったらパーンってきますよ。この真ん中らへん。この辺まではしっかりやった方がいい。あれだけ勇気あるスイング。ここからちょっと速くなる。いいですね。ここまででいいよ。打つの。OK。多分ここからこういく。パーで。パーね。まあまあ曲がるよね。まあまあ曲がる。今の最後のとこぐらいでいいね。そう、あの白いところ。うん。オッケー。から頂点みたいな感じ。オッケー。ですか。すいません。ちょっとやっぱ最後下ってるから難しいですね。距離感が加速していくから。弱すぎたか。いや。あー。と思って打ったら止まっちゃったんでしょうね。抜くから左なんで、うんうんうん、あーって感じ。お願いします。打ったらさっきのアプローチみたいにいっちゃうから。わかるな。みんな同じぐらい。ということはみんなパーパットですね。スリーオンでこれはひょっとしたらラインからすると向井さんのとこが一番やりやすい。そんなに切れなさそうな、スライスライン。何せフックラインですから一応予定では入る予定。ナイスやっぱフックラインですね。得意のフックライン。やっぱフックラインでした。ナイス。ありがとうございます。いいえ、こちらこそ。やっぱフックラインでしたね。わかりやすくフックしか入る。フックしか入らない。フックしか入らない。フックしか入らない。ナイス。だからオーバーしたんだ。ナイス。ありがとうございます。ナイス。で引き分け、ねえ、はい、全員アプローチでしたけどね。うん、ちょっとねピンの位置が
下り傾斜の難しい途中に来てやるって感じですね。うまくパターが入りますね皆さんね、はい、結構嫌な距離のパターだったんですけど、うん、しっかり決めて、ね、さすがですね、引き分けで次のホールにキャリー行きましたね、はいはい、そして皆さんあと2ホールなんですよ、はい、もうあと2つ、しかも最後はパー3とパー5、あーチャンスホール、チャンスホールですね、そうですね。どうなるかどうなるか分かんないですね、はい、さあ、あと2ホール私たち頑張っていきましょう、はい、行きましょう。西コース8番202ヤードパー3、右の林がせり出しているため非常に狭く感じるロケーション、球筋を決めてしっかり振りたいホールです。ピン狙って右流れるぐらいの、あ、めっちゃいいです感じで、あ、左行っちゃった、風が来ない、うわ、おー乗ったみたいな、もうナイスキックすごいメンバーコースみたいな、メンバーコースありがとう、だいぶ情報を伝えましたね、結果でも乗ってくっていう、本当にゆなちゃん、本当にマンカごめんね、本当にごめん、頑張るね、マジでちょっとこっちのやつじゃなかった、わわ入る、入る、おお、ナイス、見せてくる、すごい、すごい、何何、めっちゃいい、すごい。今のどうでした？今のめっちゃ良かったですね、はい、本当に入れって思いましたよ、はい、何回目入ったとしたら、何回目入ったとしたら3回目です、わすごい、今まで2回は見えてました、入る瞬間見えてました、へえ、惜しかったです ね、 ね、こういう時にしたらね、すごいこと起きそうやもんね、はい、テレビでやったらみんなから見られる、はい、ね惜しいなぁ、バーディーチャンス、おめでとうございます、頑張ります、おめでとうございます、はい、ちゃうな、ありがとうございます、これ打つときピン抜いてもらってもいいですか、すみません、どうだろう、いい、ごめんね、大丈夫、 OK、 ナイスアウト、うん、男子だったらなんかヘッドスピードあるからこっち向いてお願いします、すいません、あ、アプローチ持ってますよ、本当です ね、 ね、まあ、切れなそうですね、うん、その最初の傾斜だけちょっと右行きそうぐらい、全部、いつもこう進んでいく、
なんかね、パーだったらまた強いなって投げたぐらいの、二つ目か三つ目、じゃけん、サドンか次の。いいんじゃない？うまい。うまい。うまい。おー。ナイスです。あんまりフックしない。あんまりしないと思うよ。しなそうだったね。ナイスです。あー、ドンピシャです。うん、ドンピシャです。おお、惜しい。惜しいね。残念。入ったと思った。だって本当に入ってましたよね。入って出たくなる。つらいな。ありがとうな。勝つためにはそれしないと無理な気がする。次取るには。本気？本気で。本気で？本気で。切られたね。じゃあ本当に。でもそれで関係ないってこと？インテンショナル外し。そう、インテンショナル外しして。ショートかなんかして。ちょっと次ってショート。ちょっとショート。え、それ、あの、あれ、競技的に大丈夫？え、ちゃんとでも大丈夫。作戦やん。作戦だから。いいんですか？いいんだよ、いいんだよ。いいんだよ、いいんだよ。止めるぐらい。OK。OK。危なかったくらい。じゃなくて入りそうだ。Tシャツお願いします。うん、もうダメ。はい。はい、今のホールもパーパーで。ね。はい。引き分けでしたね。カップ舐めましたけどね。今のは入ったかと思ったんですけどね。ねこれで分からなくなったんじゃないですか。そうですね。最終ホールまで分からないということで、もしも最終ホールに一ホールだけバーディーを取って勝ったみたいな感じになれば、後藤選手、西田選手が位置抜けしても逆転がありますし、鵜飼選手、酒井選手が取った場合も逆転があります。はい、ここで決着がつかなきゃいけないんですね。1位になるには、はい、サドンデスになってはいけない、はい、なるほど、はい、攻撃的にいかなきゃいけないということですね。そうですね、はい、はい、なのでちょっと勝負のホールですね。煽らなきゃいけないですね。はい、参りましょう。西コース9番485ヤードパー5、打ち下ろしでティーショットが成功すれば2オンも可能なホール。3打目勝負でもバーディーを狙っていけるグリーンです。やばい。これ左広い。ちょっとこっちない。なんか抜けてくる。そう。右のが広いんじゃない？インカムで確認します。よく待ってるから。全然大丈夫です。
急に詳しくなる。よく言ってる。よく左行くんだ。どこまで OK か分かってる。どこまで OK か分かってる。何も言わなくてもアグレッシブにしてくれてますね。いてるかな。50が170。フェアウェイ。170？うん。一発は？狙う？狙わない。いいえ。はい。ない。はい。何ヤードぐらいでした？そのおももちゃんも任せた。ももちゃんがなんかブツブツつぶやいてたんで、はい、それにお任せさ。もうあのアドバンカーだけはやめてください。だって何ヤードだっけ？何？何？60残すんやっけ？60以上、うん、40、50じゃなかったらいい。OK。以外でお願いします。じゃあ30でもいい、20でもいい。あ、でもそこかもう60以上かがいいです。ですあるんですね。ウィークポイントがあるんですね。はい、苦手得意がはい。ナイス。どう？フェアウェイだと思います。多分。イメージ通り？はい。え、フェアウェイだよね。うん、フェアウェイ。オッケー。何ヤード残しですか？何ヤード残しですか？60、70ぐらい残り。ありがとう。結果発表だよね、じゃあ。ね、ねえ真ん中かな。さらっと行きましたね。ちゃんと低くすごい絶妙に耐えた。フォローですよね。え、ピン5でしたっけ。ピン5でしたっけ。7か。ありがとうございます。2個ぐらい関門ありましたね、うん、最初と次と、はい、下2本ください。最初はもう無視していった感じしたけど、はい、やっぱりダメだったってことか。低く打つとね止まんないから。やっぱりありがとうございます。
インちゃん、いい？いいよ。ナイス。ちょっとあるかも。もしかして？もしかしてだ。坂井さんは何ヤード？いい58ヤード。おお、はい、すごい。60ぐらいでまさに。そうです、まさに。作戦通りで、はい。すごいすごい。惜しいないかな、うん、いや、うん、もうしょうがないですよね、チップインしかないもんね、今のはありがとう。さあちょっと上から見たいですね。うまいね、あれもう一個前やったら止まってるんですね、もうちょっとね、うまいですね、ちょっと保険かけながら手前からでもよし、キャリーで行ってもよし、それは入れたい、ちょっと微妙だったね、ラストチャンス、短かった。ここで江口選手、岡田選手チーム、もしくは鵜飼選手、酒井選手チーム、どちらかがバーディーを決めて一抜けしたら、うん、3ホール分ゲットですね、ですね、12万円、はい、しかも鵜飼選手、酒井選手が打ち抜けした場合は逆転で1位になります。ずっと上りでいいんですよね、どのくらい見る、あのさ黒い点、うん、見すぎ、いやそんな上りじゃないよ、あ本当、ね、あの黒い点見すぎ、合わせるんだったらいいんじゃない、そこでしょ、うん、いいと思う、そんな上りじゃないこれ、めっちゃほぼ平らのちょっと、はい、わかりました、ぐらいです、はい、入った、ナイス、すごい、ナイスです、ナイスです、かっこいい、うまい、入った、ナイス、うまい、入った、ナイス、うまい、入った、ナイス、すごい、ありがとう、これはすごい、ね、ありがとうございます、素敵、素敵だね、作戦通りだ、素敵だ、深井選手のチームが逆転優勝、ありがとう、聞こえてるでしょうね、いや上りじゃないよって言ったのが良かった、なんか本当に面白いぐらいそのスライスカックだけを先行っちゃいます、あ、うん、どしどし踏んで、すいません、まあまあ、難しいよね、頼む、ありがとうございます、さあこれ入れたいね、いけるよ、さよなら、入れます、入れるかな、強くったら切れない、いや、大丈夫、かなり大丈夫だと思います、絶対入れない、
ナイス、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 そら俺に、ね、ありがとうございました、うん、生き残りましたと、うん、もうちょっと稼げるチャンス来ましたと、ね、はい、最終ホール鵜飼選手がまずバーディーを決めたんですが、でした江口選手入れ替えしました。いや、ナイスバーディーでした、はい、お二人ともナイスバーディーでした、ね、心が強いですね、はい、そしてここでサドンです。ということでやりましたね。あ、真ん中のチームはちょっとラッキーみたいな。ありがとうございますと言いました、ね、しっかりお礼伝えさせてもらいます。間違いない、はい、そしてせっかく最終ホールなので、ここまでサドンデスはどちらか一人だったんですけど、もうチームお二人ともに、はい、やっていただいて、一番寄った方がゲットということで、サドンデスを答えたいと思います、はい、どこにしますか最後は、そうですね、やはり、はい、技を見たいので、はい、そんな綺麗に振り向くんあちらで、ちょっとね、あのここから言う右サイドのフェアウェイから20ヤード30ヤードぐらいからアプローチしてもらって、はい、キュキュッとやってもらいたいなと思います、はい、キュキュッと、はい、プロも行くし、はい、さっきね、お母さん上手いことね、あっちから打ってましたからね、そうですよね、イメージは多分いいでしょうね、うん、この辺で25ヤードぐらいかな、ここで、はい、さよ、あ、どこ行った、あ、行った、どう打ち上げって20、気持ちよくて、あ、うまっ、多分めっちゃ喜んでる、めっちゃ嬉しそう、ラッキーって言ういい笑顔、楽しくなってきた、あ、ごめん、まあ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 、すいません、相方が、相方が、はい、うまっ、うまい、近いよ、止まらない、意外と走る ね、 ね、ちょっと結構フックするかも、結構フックしましたね、うまい、うまい、止まれ、意外と、意外と行っちゃうね、行っちゃった、最後のチーム、はい、ありがとう、ごめん、ありがとう、わあ、おお、マントビ、難しい、見方が分からなかった、アプローチ見えたくない、
ダフット。ああ、これは着地したか。岡田選手な気がしますが。見えたもんね。ありがとう、もちゃん。めっちゃ近い。近かったんだろう。超近い。近い。めっちゃ近かったじゃん。ああ、岡田選手、おめでとうございます。ナイスアプローチ。はい、ということで。最終ホール終わりまして、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ではここで成績発表したいと思います。まず、鵜飼選手、酒井選手のチームが18万円。はい。お疲れ様でした。いやでもかなりナイスプレーでしたよね。いやすごかった。どうですか、それぞれ今日振り返ってみて、鵜飼選手から。はい、結構パットが入ってバーディー取れてたんですけど、しっかり入れ替えされて、はい、すごい悔しいです。そうですよね。いいパットいっぱい決めてたんですけど ね、はい、このよう なんか形の競技試合、はい、まあ、初めてだったのでとても楽しかったですし、あの同じチームがももちゃんだったので、うん、もっと倍楽しかったけど悔しいです。そうですね。いんちゃん、いい？いいよ。待って。ナイス。うまい。入った。ナイス。すごい。すごい。ナイスです。ナイス。かっこいい。では続いて2位のチームです。西田選手、後藤選手のチームで20万円です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい。では後藤選手いかがでした？初めてだったんですけど、なんか前半はなんかたくさんバーディー取れたけど、うん、まあ本当みんな強気だったんで入れ替えされるみたいな、それも楽しかったし、後半はずっと私がスライスラインつけちゃったんで、でもしっかりフックラインつけたらやっぱ入れてくれたんで、もう一回リベンジ、フックラインばっかつけるんでリベンジしたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当見事にね、ね、フックラインで言ってましたからね、はい、途中からでちゃんとフックラインにつけたら入ってましたもんね。そう、本当に面白かったですね。あれは はい、西田選手もお疲れ様です。お疲れ様です。そうですね、やっぱあの日向ちゃんはもともとスライスラインが得意ってことなんで、やっぱりショットでもこう左につけたらスライス残るからっていうので、やっぱ自分のリズムみたいなのがあって、でも私は逆で右につけてフックで入れるっていうのが、うん、自分のリズムなので、なんかそのダブルスの難しさを感じました。あ、でも楽しかったから OK です。はい、よかった。よかったです ね、この笑顔が見れてよかった。ほっとしました。ナイスです。ちょい右かも。ナイスです。ありがとう。お願いします。ナイス。ありがとう。いやちょっと無理そう。やった。そして今回優勝チームは江口選手、岡田選手チーム優勝で34万円です。おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね。やりましたね。はい。どうでした？いや本当にあのみんなすごいいいプレーされて、なんか接戦だったんですけど、やっぱ仲のゆいぴと一緒に作戦考えながら、こうバーディー取ろうねとか、ここはパーディー行こうねとか、こう作戦ができて、いい勝利ができたんじゃないかなと思います。はい、かなり噛み合ってましたね。ねえ。サドンデスも強かったですね。強かったですね。はい、岡田選手ですね。私今回この番組出させていただくの初めてで、はい、まあ、仲のいいさよとペアを組ませていただいて、とてもなんかお互いミスしてもどっちかがカバーし合えるみたいな、めちゃくちゃいいチームワークで戦うことができたなと、めちゃくちゃ楽しかったです。はい、はい、ね、楽しんだ上に優勝となるとなお嬉しいですよね。ですね、はい、一番嬉しいですね。ね。おー、レイザー。すごいな。はい、優勝おめでとうございました。ありがとうございます。はい、では最後、
本田プロ締めくくっていただいてもいいですか。いいですか。はい、投票を。総評ね。はい、まあね、午前午後とね、いろいろありましたけど、はい、まあ、僕が一番印象に残ったのは、あの最後のラスト前のホールで、うん、鵜飼選手と酒井選手のチームで、あのこの短いパターを打順の関係上外すというすごいテクニカルなことをして、でその結果ですよ、最終ホール、はい、バーディー取ったんですよ。確かに。そう、あれがすごいなと思って、ちょっと興奮してました。はい。でもね、みんなこうね、お互いなんかリズム合わないかなと思ったんですけど、うん、みんな仲いいからか、スイ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 ゴルフできてたから、それがすごいなと思ってびっくりしました。さすがだなと思いました。ですよね、はい、それぞれ本当にチームワークも良くて、うん、ね、本当に噛み合ってない風には見えなかったですもんね。うん、まあ、悔しいところもね、本当はあったかもしれないんですけど、でもドヨンとするのも2人ドヨンとしてるから、はい、すごく見てて面白かったですね。お頑張れと思いながらね。そうで、やっぱり取るとパッと笑顔になるから、はい、ね、表情がパッと変わったり、そう、やっぱりね、しっかり職業だなと思いましたね。はい、そうですね、はい、やっぱり勝ちにこだわるっていうところがね、うん、面白かったです。はい、皆さん本当に、ね、たくさんいいところも、ね、ありましたが、笑顔でお会いできてよかったです。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。